札幌市炎山動物園札幌市丸山動物園は北海道札幌市中央区宮川家の炎山公園内にある動物園札幌市環境局が管理運営を行っている1950年昭和25年上野動物園の移動動物園を札幌にて開催し公表を得たことが起源となっている北海道の中核的な動物園の地位を保って北が 年間入園者数は1974年の124万7000人をピークに減少し、1979年を最後に100万人を割り込んだ。2003年、平成15年には、旭川市の旭山動物園に入場者数が抜かれて、道内周囲から転落した。インフラ面の整備に力を入れ始めた。その後、2005年からは年間パスポートも発行し、 入場者数は増加傾向にある。2014年5月末、現在、182934点、昆虫類を除くが、展示飼育され、総面積は224,780メートル、未使用の原生林を含む。飼育下での自然繁殖が難しいとされる北極熊の繁殖に、2000年以降成功している、動物園。動園の、デナリ、父と、ラ。 母が2003年12月に、メスのツヨシ2005年12月に、メスのピリカ2008年12月に、双子のオスのイコロとキロル2010年12月に、メスのアイラ2012年12月に、双子のメスのマルルとポロロ2014年12月に、メスのリラを誕生させている。7月から8月の特定日は、 夜の動物園と称して、開園時間を21時まで、入園締め切りは20時30分を延長する。年間入園者数が124万7000人となり、ピークに達する。この年を最後に年間入園者数が100万人を割り込む。国内で初めて、ペルシャ標、アメリカワシミミズクの繁殖に成功。4月、国内の動物園で唯一飼育されていたナマケグマ、ゴマキ、 メス、30歳が死亡。2005年11月、札幌市内のスーパーから動物用の餌として寄贈された食品のうち、米や果物などの一部を飼育員が自宅に持ち帰っていたことが発覚。市は当該職員などを処分した。2015年7月25日、推定30歳以上、1985年以前生まれ。 野生個体のため正確な年齢不詳になるマレーグマのメス、ブッチーが寝室で死んでいるのを飼育員に発見された。死因は右脇腹の折れたあばら骨が胸膜と横角膜に穴を開けたことによる腸管ヘルニアだった。前日の24日にオスの個体、梅吉に攻撃されており、この時に内臓を損傷したとみられる。YouTube にはその時の様子が動画で上げられており、 血だらけのウッチーをぼんやりと眺める飼育員の姿が確認できる。同園のマレーグマはもともと別のメスの個体、ハッピーとウッチーが同居し、梅吉とは別居していた。そして2015年6月16日から繁殖を目的として複数回同居訓練を行っていたところ、たびたび攻撃も確認されていたが、現場には飼育担当者が裏でこっそり様子を見ていますので、 ご安心くださいとの張り紙が掲示されていた。この一連の同居に伴い、ウッチーは梅吉から外傷を受け、右眼科の劣承、作家賞及び右講師の交渉等が確認されていた。この死亡事故に対して、動物園の動物に対する管理不足などが批判の対象となり、7月30日に札幌市長の秋元勝弘が定例記者会見で、 市民の貴重な財産であるマレーグマを失うことになりました子。そしてまた、そのことによって多くの市民の皆さんに悲しい思いをさせてしまったということにつきましては、お詫びを申し上げなければならないと陳謝する事態となった。2015年8月21日、札幌市動物管理センターは、記者会見でネグレクト型の虐待と指摘した。同日、 秋元勝弘市長が秋元勝弘市長自身に改善勧告書を提出し、それを受けて、同28日、やはり秋元勝弘市長が秋元勝弘市長自身に改善計画を出した。炎山動物園は死亡報告、改善計画において、一貫してこの事故を、闘走による死亡と表現している。また、炎山動物園が公式 HP で公表している。 死亡報告書では、11市は、梅吉との同居事故死列症の経過を見て、経過を見て、可能が確認されたことから、抗生剤の処方を行いましたと記載されている。この経緯について、10月16日に放送された、NHK 札幌放送局の北海道、クローズアップによると、7月6日に、ブッチーが梅吉に攻撃されて、怪我をしたことが、 シークインのシークニシに記載されていたにもかかわらず、それは直属の上司に伝えられただけで老園の獣医には伝えられる体制になっておず、11日後の7月17日に獣医が巡回中に偶然、ブッチーの受傷に気づいたということであった。2015年8月23日、グラントシマウマのヒューマ、ヒューマが移動中に急死、原因は、 輸送時におけるストレスによる肺の鬱血性水腫である。さらに、同月30日、移動を控えていたマサイキリンの七個が急死した。死因は、いないようの誤演による窒息死と推定される。事故が相次いだため動物の輸送方法の再検証を行う必要があると反した。また7月25日のマレーグマ、ウッチ、の死亡事案に関して、札幌市動物管理センターから、 改善勧告を受けて実施した施設点検において修繕を要する箇所が確認された。そのためアフリカゾーンを部分をオープンすることにし、残りの動物は来年春以降に移動の形になった。2017年1月6日、オーカンガルーのメス、梅、5歳が同日朝に死んだと発表。死因は首の骨の脱臼による脊髄損傷。 餌箱の側面につけた網に首を挟んだと見ている。これまでにも動物の死が相次いでいて飼育体制が問われている。札幌市中央区宮川岡3番地1、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。